敷地内愛知教育大学附属高等学校は愛知県刈谷市に所在する国立の高等学校である男女教学愛知教育大学の附属学校愛知教育大学の刈谷市移転後に設置され国立高校としては珍しい昭和40年代の創設創立である敷地は大学と共有しているまた国立高校では 珍しく付属中学からの6年一貫性を取っていない。これは、付属中学校が名古屋と岡崎の2カ所に存在することと、かつてこの2社間の対立が深刻な時期があったことが理由である。付属高校設置の際は、名古屋と岡崎で壮絶な綱引きが行われ、その妥協案として、愛知教育大学の東方校舎が置かれたカリアに、平地されることになった。かつては、 愛知県立高校と同一の受験日で、愛知県立高校との併願が不可能なばかりか、付属中学からの進学特典すらなかったが、2000年度入試になってから、付属中学校からの進学に対して、試験の見直しが行われ、付属学校連絡入学選抜が実施されている。2005年度の生徒からは2年次より、文系、理系、人間探究コース、自然探究コースに、 クラス分けされ、人間探究コース、自然探究コースの生徒のみ、2005年度入学の生徒から実施の愛知教育大学との広大連携選抜入試の対象となった。愛知教育大学との広大連携選抜入試を受けるためには、3年次より受講できる愛知教育大学の教授による直接の授業で良い成績を残すことが必要とされる。2014年、 ユネスコスクール加盟。2020年2年生で分離選択をし、3年生で人間探求、文系、分離系、自然探求、理系に分かれる。2021年度入学者から2年生で分離選択をし、3年生で文系、探求、理系、探求に分かれる。募集定員も200名から140名に変更となる。教員は 愛知県から派遣される。作詞、都築明示せ、作曲、小林光である。以下、一番の冒頭部分のみを抜粋する。歌は、同じメロディで三番まである。壁回やに空広ごりで、悠久の学者はあり男子の冬服と夏服の、グレーチのシングルのズボンは、若干夏服の方が黒に近い。また、 夏服のカッターシャツは胸のポケットに交渉がプリントされている。男子と女子のブレザーコートは背中の部分のつなぎ目が右が上に来ているか左が上に来ているかの違いがある。なお、袖のところについているボタンの数が3つと2つで異なっている。また、胸ポケットがあるかないかという点でも異なっている。2020年度現在、ありがとうございます。